うございます、カイマリカです。なんと今日は Day 7 in New York。 早い、もうね、毎日が充実しすぎて、なんだろう、一日一日は濃いんだけど、もうね、7日目っていうことに驚きが。まあそんな7日目なんですけど、今日は日曜日で、で9月11日9/11 って言って、ツインタワーでね、同時多発テロが起きた、歴史的なね、日なんですよね。だからそれがこう、なんだろう、ニューヨークの街でそういうのを今日感じられるのかわからないですけど、まあそんな日です。では今からお出かけをしたいんだけど、見てください、これ昨日買ったトップスと、このチャームもね、ちゃんと天秤座のチャームも今日早速つけて街をブラブラしたいと思います。めっちゃ可愛いね。ここではカプチーノを飲めと言われてるカプチーノに来ました。おー、ティラミス。Thank you. あとティラミス。これはアボカドトーストです。このね、ご飯を食べる前に先にティラミスをちょっと食べちゃったんですけど、このアボカドトーストもめっちゃ美味しそう。このカフェレジオあたりは結構シアター、劇場とか、あとブルーノートもあったから、そういうのがカルチャー、音楽とカルチャーとかを楽しめるエリアになってます。着きましたな、グッケンハイム美術館です。ダイナーみたいなお皿とかあってめっちゃ怖いんだけど。めっちゃ種類ある、かわいい。なんかね、ヴィンテージのものとかあるみたいで、テンション上がる。見てこれ、キャットパーソンカップ and this oneIs the dog person. かわいい。ヒーさんはドッグにして、私はキャットをゲットすることにしました。イエーイ。このお店の奥ですごいかわいいのが売ってて、これニューヨークシティのハトシリーズ、トライベッカはこういうハト、ブロードウェイはこういうハトって言って、なんか何このイラスト、かわいい。これは1950年代のカフェテリアで使われてたクラシックなお皿シリーズで、なんかこの肌色の色合いが可愛いし、日本に持って帰りたいな。ちょっと時間がないので、今から私がニューヨークで一番美味しいファストフードのバーガーI'm sorry.
かカスタマイズするので自分が食べたいトッピングをつけていきます。あ、え、靴しかない。メビーじゃ白いボタン押したら分からなくていいな。このね、フレンチフライが一番好きなの、こういう細めでちょっと、なんだろう、柔らかめな感じ。あーあー、もうザ・アメリカンだけど、本当に美味しいんですよ。ちなみにこれはシングルパテで、チーズバーガーにいろいろトッピングしました。うーん、うまっ。おいしい？時間ないよ。最初日じゃない、まだ違えた。朝からやっと念願のベーグルを食べに来ます。急げ。今から急いでベーグル屋さんに向かっております。あ、ターゲット発見。着きました。なんかね、平日の朝8時オープンなんですけど、8時オープンに来てまだちょっと3組くらいかな並ぶんですけど、とりあえずここのベーグルがずっと食べたかったのでちょっと楽しみすぎる、早起きした回がありました。前でね、ベーグルを作ってくれます。自分の好きなやつ。お店の店内もね、すごく可愛いんですよ。本当にいろんなものがね、売ってて、お惣菜だったりとか、お菓子だったりとか、かわいい床も。ここはベーグルのメニューで、自分で好きなあのカスタマイズすることもできます。すごい、ね、oh, we're 88 確かにこんなに種類すごくさ、どれだったんだろう。これはスモークサーモンとイクラとクリームチーズとケッパーで、ケッパーか、ケッパーでベーグルはエブリティングです。カラフルなバスケコートがありました。今から今日は終日ラストデーなので、お腹いっぱい待ったところで最後のお買い物をしに来たいと思います。大好きなセフォラ、もうコスメ天国。ここでしかね、売ってないものをゲットしようと思うんですけど、あと友達に頼まれてるあのお土産とかもね、可
買おうかなって思ってます。あった、あのマルイの日にヘアメイクしてくれた秋野さんの師匠パトリックターのコスメ、ここめっちゃ広いからたくさん置いてある。そうそう、これかな、これだ、あの日のメイクに使ってくれたピンクのアイパレット、これ私ゲットしようと思ってて、めっちゃラメが可愛かったんだよね。ブラウンもあるけどピンクにしようと思います。今レディーガガの音楽が流れてるんですけど、こちらレディーガガがプロデュースしているハウスラブズっていうコスメで、これはピグメントペイントなんですけど、友達に黄色と緑を頼まれたのでゲットしに来ました。しかも黄色、違う、緑がねラス1だった。よかった。こっちもヴィーガンレザーの、ヴィーガンレザーのボトムスを試したいと思います。これはハンガリーのブランドです。かわいい、Last night in New York ということで、あのさっきね買ったナヌシカで買ったこのビーガンレザーのミニスカートを早速履いて、夜ご飯に向かいたいと思います。あーもうラストナイトだ。まあ、明日はね午前中あるので、まだまだちょっとお買い物とか、あのねニューヨークを最後に楽しむことができるんですけど、今から LastDinner, last supper this. New York. One final morning in New York ということで、最後にあのフライト前最後に朝ごはんを食べに、今から最後のモーニングもぐもぐをしに行きます。あーもう帰るのか。
ークの朝はこんな感じです。余るって何？ていうかこのロスタコス、私今回の滞在で4回目なんですけど、でもそれぐらい美味しかった。フライト前時間があったので、最後にねこの通い詰めたタコス屋さんのタコスを食べようと思って買ってきました。ね、チキンとね、私は結構ステーキ、ビーフのやつがお気に入りで、最後にもぐもぐします。いただきます。うん、幸せ。なんかアメリカってめっちゃメキシカン美味しいんですよ。帰りたくないな